3158広島支部島川光男です。調子はいいと思います。年を取ったので思うようにいかないことですかね。好きな食べ物は何でも好きです。嫌いなのはピータンが嫌いです。世界が平和であることを願っています。登録番号3828兵庫支部の明石正幸です。最近の調子は、普通にぼちぼち走れていると思います。強みは、調整は割と得意なんですけど、スタートとかは、思い切っていくことはあんまりないかもしれません。好きな食べ物は、麺類が好きです。新しい時代になって、気分一新頑張ろうと思います。よろしくお願いします。4055号兵庫支部吉田俊彦です。ぼちぼちですね。強みはなく弱みといえばすぐ6着取るところですかね。そばが好きです。納豆は大嫌いです。別に令和は何も持ってません。4096長崎支部石橋道友です。調子はいいと思います。好きな食べ物、鶏肉が好きですかね。嫌いな食べ物は特にないです。お願いします。4205広島支部の山口剛です。フライング休み明けが前節の宮島だったんですけど、途中帰郷しているのでレースの調子はちょっと今分かりませんが、 ここ徳山から上げていくつもりで来てます。強みは、スタートは、安定して決めること。弱みは特にありません。好きな食べ物は肉、魚。苦手な食べ物はありません。令和も始まったことですし、ここ令和からまた浮上したいと思っていますので、ファンの皆様応援の方よろしくお願いします。4398番広島支部の船岡陽一郎です。最近は調子はまずまずです。スタートいけることが強みだと思ってます。令和はもうちょっと活躍できるように頑張ります。